アラム・ハチャ・トゥリアンのバイオリン競争曲に担調は1940年に作曲され翌年のスターリン賞第2位を獲得したバイオリン競争曲である。演奏時間は約35分。1938年にエレバン歌劇場のためのバレエ音楽、幸福を作曲する中でエレバン周辺の民族音楽を調べていた。この調査は 1940年にルーザでバイオリン競奏曲を作曲するきっかけとなった。この作品はダビッド・オイストラフに検定されている。オイストラフはバイオリンパートに関して助言を行うとともにハチャトゥリアンとは別に自身でカデンツァも作っている。この曲はジャンピエール・ランパルの編曲によるフルート競奏曲としてもよく知られている。これにはランパルがハチャトゥリアンに フルート競争曲の作曲を依頼したところ、ハチャ・トゥリアンが新作ではできないが、代わりにバイオリン競争曲の編曲を提案したという経緯がある。ランパルやジェームズ・ゴールウェイ、エマニュエル・パユといった世界的なフルーティストにより、録音が行われている。1940年11月16日、モスクワのソビエト音楽祭にて、ダビッド・オイストラフのバイオリン独奏。 アレクサンドルがウクの式で演奏され、大成功であった。独奏バイオリン、ピッコロ、フルート2、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、タンブリン、小太鼓、大太鼓、シンバル、ハープ、言語部全合奏による短い導入部の後、バイオリンが G 戦場で第一主題を提示する。 管弦楽とバイオリンの経過部を経て第一主題が反復され、弦による計画を経た後、クリーグのピアノ競争曲を彷彿とさせる異常調の第二主題が現れる。この主題は次の楽章でも使用される。A、B、A の3部で構成される歌謡形式。短い導入の後、バイオリンが歌謡的な主題を提示する。 中間部は18小節の還元楽による伴奏の後、弱音気を伴い、東方民族風の主題が波単調で奏される。58小節の導入の後、民族音楽的な主題が現れる。この主題は2回繰り返されて再度繰り返された後、ええー、単調の主題が現れる。最後は二丁調の終止符で輝かしく終わる。ありがとうございます。